杯の夢追い人は信州高齢者介護研究所の代表吉村俊康さんです。塩尻市の回復デイサービスは専用のトレーニングマシンを使ったパワーリハビリテーションで高齢者の身体機能回復を後押しします。痛いところがあったりとか動きづらいところがあったりっていう方たちがいらっしゃいますね。低負荷反復運動何回も何回も繰り返していって、こう年齢とともに弱くなっていった筋肉だったりとか少しサボってるような筋肉をもう一回再活動化していくっていうリハビリ特化型の短時間デイサービスみたいなイメージにも、はい、なります。プログラムでは歩くことも重視します。目指すのは日常生活のさまざまな動作を自分でできるようにする自立性の回復です。長年病院併設の介護施設でケアマネージャーを務めた吉村さん、病気や怪我で寝たきりになる高齢者を見守る中、ある思いが強くなりました。年を取っても自立性をもう一回取り戻すような方法があるっていうことですね。でそれを勉強しようと思って大学院に行って、勉強をしたと。その知見を生かしたのが回復デイサービス。システムを自社開発しトレーニングデータをデジタル化することで効率的なリハビリを可能にしました。吉村さんが目指す新しいデイサービスの形です。3ヶ月ごとにずっと体力測定の動画をこう保存していくんですね。以前どうだったか、これからどうなっていくかというところも可視化して見れますんで、非常に効果があるなと思ってます。海外もアジアなんか特に高齢化が進んでいるんで、国外にもやっぱり発信していくっていうことは自分の役割かなっていうことは非常に思っているところです。私たちは明日を切り開く中小企業の皆様をサポートし、信州を明るく元気にすることを目指します。新時代の経営者たちがきら星のごとく輝く、そんな未来を夢見ています。中小企業の元気のために、私たちは一生懸命応援します。長野県信用保証協会です。